あれはな、ドラゴンじゃ。ドラゴン？あれは彗星かと思います。騙されたらしき。だが、近くで見るまでわからねえだろう。この国にしかいなかったら、わからねえことは山ほどある。たくさんの国へ行き、たくさんの人と会え。そして、友達をたくさん作りなさい。友達？この世で一番大切なものじゃ。どんな時でもお前を支えてくれる。お前のために涙を流せる友達がいたら、一生大切にしなさい。マイケルのことか。僕、涙は出ませんよ。機械に心はありませんから。誰にでもあるものじゃよ、心は。今日の動画のアップロード完了っと。ねえねえレベッカ、次はどこ行く？あのね、この星、惑星グランベルっていうんだけど、星一つが丸ごとテーマパークなんだ。でもガイドに寂れたテーマパークってある。100年聞く。逆に誰も動画に撮ってないってことよ。ここでなら動画再生数アップを狙えるわ。ついでに目いっぱい楽しみましょうね、ハッピー。えい、レベッカ、見えてきたよ。思ってたよりすごそうだね。おお、グランベル王国だ。寂れたテーマパークって聞いてたのよね。100年ぶりのお客様、来店！客が来たぞ！人間なのか？おお、すげえ！柔らけえ。なんなのこいつ。何よ。友達になってくれ。俺と友達に。なるか！なんでいきなり友達になってって言い出したの？死んだじいちゃんが友達いっぱい作れって言ってたからさ。だからっていきなりすぎてびっくりしたわ。知らない奴に会うの俺初めてなんだ。酒場のミトラ、仕立て屋のジョン、そしてこいつがマイケル。よろしく、レベッカさん、ハッピーさん。お前らはどこから来たんだ？ブルーガーデンって言ってもわからないよね。俺も行ってみてえな、他の国。この島出たことないの？俺、ここでみんなの修理してるから。もし俺が出て行ったら、機械直せる人いなくなっちゃうからな。ちょっと全力で寝る。急に寝る系？急に寝る系なの？変なの？なんでこんなところに人間が一人でいるんだろうって顔だね。四季は特別なんだ。10年前に魔王様が連れてきて、孫のように可愛がってた人間の子。魔王？そういう配役の一番偉い機械だったんだ。もう壊れちゃったけど。そっか、
今夜は2階に泊まっておいて。その前にこいつの髪切っていいですか？僕たち人間のセンスわからないし、いいよ。じゃあ上主様、あの娘は。分かっておる。時は来たということじゃ。髪、俺の髪がなくなった。マイケル、大変だ。で、誰もいねえ。あれ、みんなどこ行ったんだ。パパの方がうるさいな。行ってみるか。朝から大勢集まってんな。なんかあったのか。レベッカ、シキ、目が覚めたら縛られてたんだけど、私何かしたかな。上司様、そいつは俺の友達だ。他の国から来たんだ。悪い奴らじゃねえ。我々は100年この時を待っていた。外へ行くための船を持つ者、この人間は消す。外の世界へ行くために。何言ってるかわからねえけど、ほどいてやってくれよ。みんなも上司様に何とか言ってくれよ。人間は敵、我々を見下す。道具としか思ってない。平気で壊す。僕は道具じゃない。ウイルスで我々には自我が芽生えた。人間の道具ではないという自我が。我々は人間どもに復讐する。この世界は機械が支配するのだ。人間は全て敵、敵じゃ。なんて、みんな友達だろ。やめなさいよ。こんなの、そんなにじゃない。地球、この国の人みんな友達だって、友達だって言ってたのよ。友達って機械とか人間とかじゃないでしょ。もう友達じゃねえんだな。お前は人間、我々は機械、共にはなれぬ。行くぞ。魔王より受け継ぎしその力、見せてもらおうか。じいちゃんが言ってたんだ。お前のために涙を流せる友達がいたら一生大切にしなさい。そしてその涙のために戦え。おらんよ人間。俺は好きだ。四季のあの力、戦国時代の力、メルケルギアだ。使える人がこんなところにいたなんて。重心、重剣、やっ、の正確な射撃を人間の能力でかわすことなどできん。俺にならできる。お前にできることなど何一つない。この島から出ていく勇気もないお前に。
他の国に行く船じゃないのか？船だけど、外を見て。え？ここは桜コスモス。これは宇宙をかける船。宇宙って概念は知ってる？それくらい知ってるぞ。あれだろ、ほら、星がいっぱい浮いてて。すげえ！これが宇宙！父は、無事、宇宙へ行ったか。うまく、行って、よかった。機械の我々は、止まってしまう。こんな星に、人間相手はいかん。魔王様に指揮を宇宙に出してくれと頼まれていたしね。こうでもしねえと出ていかねえからな。全員直してやるってさ。みんな良い演技であった。魔王様、約束は果たしました。でも、こんなに悲しい気持ちになるなら、こんなに寂しい気持ちになるなら、心なんていらなかったのに。なっちまったけど、みんな友達だった。ありがとな、みんながいたから寂しくなかった。私の名前はシャオメイ。何者かはいずれわかるでしょう。この物語の語り部とでも思ってください。重力のエーテルギアを持つ少年が故郷を旅立ちました。彼にはこれからどんな運命が待ち受けているのでしょう。後に大宇宙に名を残す男、シキ・グランベルの冒険の始まりです。感じか。の星に
始まりだ。あれはね、宇宙にいるドラゴン。すげえ。少年は旅だ。かの少年はこの宇宙に何をもたらすのか、伝説の英雄となるのか、魔王として破壊の限りを尽くすのか。さあ、冒険の始まり、あなたの足で進むのです。惑星ブルーガーデンに行けるようになったわよ。ウイラたちが次に向かう星、冒険者たちの星と言われてるよ。ねえ、あんたはすっごく強いし、あたしたちのボディーガードやらない？いいけど、なんでだ？あたしたちはこの B キューブっていう動画サイトでいろんな動画を配信してるの。 B キューバーなんて呼ばれてるわね。すげえな、これ。ただB キューバーっていろんなところに行くから怖い目に遭うこともあるんだ。だからか、乗った。なあ、あの上の方どうなってんだ？さあ、高くてわかんないな。見てくる。いいわね、あんた。空が飛べて羨ましいな。お、じゃあレベッカも来いよ。あたし、エーテルギア使えないから。エーテルギアは関係ねえぞ。じいちゃんのこれで飛んでるんだ。これで飛べるの？ああ、前にじいちゃんからもらったんだ。上司様やマイケルは大切にしろ、ジギーの遺産だって言ってた。遺産なんて、そんな大事なもの私に渡していいの？ああ、友達だろ。ありがとう。すごい、見て、空飛んでる。うわ、これで撮れたことのないアングルの動画も撮れるわね。すごいよ、レベッカ。うん、すげえ。下からパンツ見てんじゃねえ。しなくちゃ。すると、いろんな星に行けるようになるの。クラリス、ただいま。レベッカ、お帰りなさい。グランベルはどうだった？私、心配で心配で無事でよかった。もう大げさなんだから。彼はシキ、惑星グランベルで知り合った漂流者って扱いかな。でね、身元よくわからないんだけど、冒険者登録できる？当たり前じゃない。ただ時間はかかっちゃうかな。じゃあその間はシキにギルドの中を案内してるわ。うん、
カードができたら連絡を入れるね。あんたの重力のエーテルギアってどうやって身につけたの？おう、じいちゃんに教えてもらったんだ。だけどまだじいちゃんを超えてないんだ。俺はもっと強くなりてえ。確かにまだ途中って感じがするというか、もっと強くなれる気がする。よし、もっと強くなってレベッカたちを守れるようになるぞ。お前ら集まって何やってるんだ？あなた、ちゃんと並んでくれます？サインは10万グリ、握手は1万グリですわ。あら、底辺 VTuber のレベッカさんじゃありませんか。知り合いか、こいつ。ラビリア・クリスティ、有名 VTuber ってやつで、私をバカにする嫌なやつ。ここんとこ動画面白くないですわ。そろそろ引退考えたらどうです？余計なお世話よ。せいぜいつまらない動画を量産してくださいな。おい、何ですの？サインが欲しいなら。友達泣かしたな。シキ、そんなことしなくていいから行くよ。何ですの？何ですの？あれ、レベッカさんのお友達ですの？あいつ動画回しますわ。ギルドの中は大体こんな感じね。あと、わからないことは？じゃあ、あれって、なんだ？マザーよ。マザーって言っても、ホログラムだけど、実際はあれよりもうーんとでかいんだって。なぜ、何のために存在するのかも分かってない謎の生命体。昔、サクラコスモスの外に出た冒険者が偶然見つけたって話以外は情報がないの。俺、こいつに会ったことあるような気がする。マザーに会ったって？マザーを見たってやつには何人も会った。他が実際は全部ホラ話だ。こいつで何人目だよ。おい、お前ら、言いたいことはよく分かった。とりあえず俺と友達になってくれ。友達だってよ。なんだよこいつ。シキ、行くよ。やったな、ルレッカ。意外だからね。なんだ、レベッカ、ギルドはもういいのか？うん、もう少し時間かかりそうだし、街で暇を潰しましょう。ギルドよりも人がいるな。おい、そこの男、俺と友達に。待ちなさい、いい
人も悪い人もいろんな人がいるの。闇雲にいちゃダメよ。都会でいい人、しかも運命的な出会いなんて奇跡みたいなもんなんだから。うんうん、オイラとレベッカみたいにね。へえ、奇跡ね。どんな出会いだったんだ。それはね、路地で動けなくなってたオイラをレベッカが助けてくれたんだね。路地？それって…わかんないけど、きっと捨てられちゃったんだ。でも、レベッカが私と同じだねって、それからはいつも一緒だよね。うん、一人ぼっちじゃないよ。ずっと一緒、これからもね。ハッピーはね、だから名前がハッピーなの。私が幸せだから、ね。よかったな、レベッカとハッピー出会えて。ちょ、あんた、こんなことで泣かないでよ。四季は優しいんだね。そういうわけで、私とハッピーは子供の頃からずっと一緒なの。はい。これエクシド製の猫だろ。俺にくれよ。つうかもらったわ。離せ。それじゃ。ハッピー。友達泥棒。ゲレッサン。レベッカ、オーダー。を返しなさい。ちょっと待って、シキ。この先から嫌な予感がするわ。念のため装備を整えておきましょう。ハッピー、ブチカ。レベッカ、シキ。チェ、なんなんだこいつは。ガキども、ここに何しに来やがった。とっとと帰んな。ハッピーを返しなさい。ハッピーに少しでも傷をつけたら許さないんだから。おうおう、何の騒ぎじゃい。パパ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 パ。兄貴、エクシド製の猫でカッサラってしまった。これは高く売れそうじゃい。ニパパパパパパ。ハッピーは売り物じゃない。返しなさいよ。なら、とりあの男、おかしな技を使うぜ。ニパパ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 。ダメだ、このままじゃやべえよ。チャンスだ、今なら逃げられる。ハッピー、レベッカ。もう離さない、絶対。はよ、レベッカ。猫が銃になった。ハッピー。あんたら、よくもハッピーをさらったわね。許さんぜよ。正確すぎだろ、前段ヘッドショットかよ。銃に必要なのはレートじゃい。この火力、パパ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 。
ッピーブラスターはレートも高いぜよ！ボケエーテル弾だからちょっと痛いけど死にはしないから。レベッカ、お前ボディーガードいらねえじゃねえか。レベッカ、ハッピー。レベッカ、冒険者カードができたわ。ギルドまで取りに来てね。クラリス、ありがとう。指揮、登録完了だって。ギルドに行きましょう。